鹿児島大学にある稲盛和夫記念館。ここに稲盛さんが積み重ねてきた人生のような階段があります。この日、ここを訪れた人が一人。30年以上にわたり稲盛さんのすぐそばで走り続けてきたこの人。この小学校はね、一緒にお邪魔しましたよね。太田さんも西田小学校。同じなんでね、お前と同窓生やなと言って。共に過ごした年月、さまざまな出来事がありました。めちゃくちゃ怒られましたね。何を考えてるんだと。俺はそういういい会社にしようと思って今頑張ってるんだと。うんこいいんじゃないと言って怒られて、それが最初。巨額の負債を抱えた JAL、 日本航空の再建も共に乗り越えました。いや、人間とも変われるんだなとすごい実感をしましたね。叱られたり、時に褒められたり、経営の神様の後に側近中の側近と言われた太田義人さんに聞きました。鹿児島大学の稲盛記念館、正面玄関を上った先に稲盛和夫さん笑顔の肖像画があります。ちょうど体型がね、非常に近いんで、このたまたま今日着てた背広も稲盛さんが作ってね、お前と俺は体型が近いからお前にやると言ってもらって、ここに和夫稲盛という、びっくりしましたよね。まあ、そうですよね。鹿児島市で生まれ育ち、大学時代に世界各地を見て回った太田義人さん。就職するならグローバルで、まだ若い会社に入りたいと探した結果、出会ったのが京セラでした。稲盛さんという鹿児島出身の素晴らしい経営者、技術者経営者がいると、その会社が急成長して輸出比率が7割ぐらいで、当時でも日経の優良企業ランキングの、トップ10ぐらいに入ってたと思うんですね。念願かなって海外事業部に配属されますが、若い頃は稲盛さんによく叱られたとか。こんなエピソードも。なんかアメリカでやったセールスミーティングという幹部の人が集まる会議で、たまたま入社3年目の私も、行くことができたんですが、その時も稲盛さんが呼びつけられて、お前なんでこんな、お前なんで来てるんだと。これは幹部が集まる会議でね、お前みたいな若造が来てるのおかしいじゃないかと怒られて、そう言っても上司が一緒に行こうと言ったからだからよくね、稲盛さんから怒られたらみんな元気になるということがあるわけですよ。それはやっぱり元気になるように怒ってるんだと思いますね。京セラは社員の海外留学制度も早期に始めていて、太田さんは2期生としてアメリカへ。ジョージ・ワシントン大学のビジネススクールを首席で卒業しました。帰国したらすごい濃いと、お前すごいなということで言われて、で当時の伊藤社長のサポートをしなさいと言われたんですけどもね、それから約1年経った後に稲盛さんが第三次行革陣の世界の中の日本部会の部会長に、いわゆる抜擢されて、それで誰か秘書が必要だということで、私が任命されて一緒に秘書になったんですが、秘書にさせていただいたんですけども、で一緒にこう毎週1回、特命秘書ということで行革あるたんびに東京に行くわけですけどもね、最初の数ヶ月は稲盛さんは私のことを太田さんと呼ぶわけですよ。太田さんという22歳年下の若者に。でも2、3ヶ月経つと様子が変わり、2、3ヶ月経ってから太田と急に怒られ始めて、距離感が近くなったなというね、気はしますよね。だからそれで私のことをよく分かった上で、ここはお前ちょっとと、服装ね、もうちょっとしっかりした服装にしてくれとかね、
そういうお前人は俺のことをお前を見て考えるんだから、その一心同体なんだと、もっと俺のことを勉強してくれとか。その頃、太田さんが稲森さんから受け取ったのがこちら。まあ、俺の考え方はこういうもんだということで、渡されて。成功する者は条件を自分で作る人である。秀吉は草履取りだったが、すでに相手を思いやる心がある。すでに使用人ではなく同志である。相手に尽くすから尽くされる。親子ほど年の離れた部下にレポート用紙2枚の手書きのメモ。受け取ってから30年を優に超えた今も、太田さんは大切に保管しています。まあ、これの考え方はこういうもんだというのを教えていただいて、非常に分かりやすかったですよね。そうだよねと、そのお腹の中にストンと落ちてくる。その言葉を求めて常に多くの社員や経営者たちに囲まれていた稲森さん。でも例外がありました。全然違いますよね。だから、当たり前ですけどもね、全くの航空業界に素人の人が、それも製造業の人が、さらに言えばもう80近くの人が政府の指名で来ると、もう本当にトイレなんかでおじいちゃん早く追い出そうねみたいなことを平気で言ってましたよね。それはもうしょうがないと思うんですよ。2010年、巨額の負債を抱えて事実上倒産した JAL 日本航空を再生させるため、政府の要請を受けて JAL の会長に就任したのが稲森さん。当時すでに78歳でした。社員の教育を求める組織に対し、稲森さんたちはまず幹部リーダーの教育を徹底したといいます。まずリーダー教育だと。しかもその期間が限られてるんで、もう非常にその特訓的なことをやりたいと。幹部が変わらないと絶対再生できないと。最初の2週間ぐらいはシーンとしてるわけですよ。で、これは大変だなと思ったんですけども、3週目ぐらいになってある幹部の人が、本当に自分たちが間違ってたと、稲森さんの言うのがもう正しい、だからこれからもっと真面目に稲森さんのそのことを聞いて、ついていこうというような。でそれから席を切ったようにね、態度がみんな稲森さんの周りにみんなが集まるようになって、2年後 JAL は誰もが驚く2年8ヶ月のスピードで再上場を果たします。稲森さんの哲学を JAL に当てはめた JAL フィロソフィーをもとに、社員も非正規雇用のスタッフも全員が主体的に考える経営者意識が芽生え、世界でも高収益の会社に生まれ変わったのです。稲森さんから送られたスーツでインタビューに臨んだ太田さん、実はこの日もう一つ特別なものを身につけていました。派手なネクタイ選ぶんで、赤いネクタイでね、どうしたんだろうかなと思ったら、選んだら太田君ありがとう、君にあげるよと言ってもらったものなんですけどね。上場が成功した時でしたんでね、それで晴れ舞台ですよね。海外の人もたくさん来られて、海外特派員協会という、そこで講演をされて、その後でしたんでね、嬉しかったですよね。ありがとうと言ってもらえたのと、それが一番嬉しくてね。相手に尽くすから尽くされる、まさにあの時の手書きのメモの内容が実践されていました。